ジェームズ・クラーク・モリソンは、イングランド出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。元スコットランド代表。ミドルズブラの下部組織で育つ。2003から04シーズンの FA ユースカップで優勝したミドルズブラユースの中心選手である。チームメイトには、アンドリュー・テイラーやデビット・ウィーターがいた。2004年にトップチームへ昇格。 2年目の2004から05シーズンから出場機会を増やし、2005から06シーズンはレギュラーに定着した。同年の UEFA カップ決勝対セブイージャ戦でも右サイドのミッドフィールダーとして先発出場している。2006から07シーズンはリーカッターモールとの併用で途中出場が多くなり、2007から08シーズン開幕前にフットボールリーグ。 チャンピオンシップのウエストブロムビッチアルビオンへ移籍した。移籍金は150万ポンドほどとみられる。ウエストブロム移籍後は、主にトップしたセカンドトップ、あるいは右サイドのウィンガーとして起用されている。2007年10月23日のブラックプール FC 戦で挙げた彼の移籍後初ゴールは、ウエストブロムサポーターが選ぶシーズンベストゴールに選出された。 遺跡後1シーズンは途中出場での起用も多かったが、2008から09シーズン以降は、2009から10シーズンは、怪我で、シーズンの大半を棒に振ったが、チームの中心選手として活躍している。2010から11シーズンから、背番号は27番から7番となり、2011年9月には、クラブとの契約を2016年まで延長した。 2018から19シーズン終了をもってウエストブロムウィッチアルビオン FC を退団。2019年10月29日、現役引退とウエストブロムウィッチアルビオン FC のアカデミーのコーチに就任することが発表された。2007年8月からスコットランド代表に選出されている。ユース年代はイングランド代表として年代別のヨーロッパ選手権に参加していたが、 祖父母の故郷であるスコットランドを選択した。代表デビューは2008年5月30日、チェコ代表との親善試合だった。ありがとうございます。